ストップ地球温暖化、みんなで始めようエコなチャレンジ、エコむすび特別編。皆さんはゼロカーボンという言葉ご存知ですか？今回は地球温暖化防止には欠かせないゼロカーボンについて紹介していきたいと思います。CO2 排出の増加により地球温暖化が進み、2100年には世界の平均気温が今より 4.8 度以上に上昇すると予想されています。これまで経験したことのないレベルに達し、これまで以上に大きな自然災害が増えていくでしょう。その解決策として、現在すでに 1.1 度上がっている平均気温を私たちは 1.5 度に抑えていく必要があり、2050年までに CO2 排出量を実質ゼロにすることが求められています。世界ではおよそ120カ国がこの考えに賛同し、実現に向けて動き出しており、日本でもあらゆる分野の構造転換が進められています。福井県の CO2 排出量は897万8千トン、乗り物などから2割、家庭の生活から2割、会社やお店などから5割が排出されています。そこで、未来に健康な地球を残すために、福井県は2020年7月、2050年までに CO2 の排出量を実質ゼロにするゼロカーボンを宣言しました。それではここからはゼロカーボン実現のための県の取り組みを紹介したいと思います。橋本さん、目の前にあるこの車です。これは一体？はい、こちらはですね、燃料電池自動車と呼ばれるものでして、はい、走行時に二酸化炭素を排出しない自動車です。二酸化炭素を排出しないということは、もうまさしくゼロカーボンということですね。そうですね。すごい。この未来はですね、トヨタから県の方に無償で貸し出されているもので、県では燃料電池自動車普及のために使っています。水素と空気中の酸素を化学反応させて電気を作り、その電気でモーターを回して走行する燃料電池自動車。走行中は二酸化炭素は出さず、発生するのはなんと水のみ。この水素は地球上に多量に存在する物質で、石油や天然ガスなど様々な原料から作り出せるほか、風力や太陽光などの自然エネルギーからの電気を利用して水の電気分解でも製造できるため、環境に優しい将来のエネルギーとして期待されています。では桑原隊長、はい、実際に乗ってみませんか？え、いいんですか？もちろん。言ってくれるの待ってました。ぜひ乗りたいです。ありがとうございます。橋本さん、はい、どこかのお宅のソファーで今僕くつろいでるぐらい、それぐらいガソリン車に比べて静かだし、振動がとにかく少ない。びっくりですけど、この水素自動車ってこの未来ですよね。1回の走行距離ってどれぐらいなんですか？1回の走行距離でおよそ 850km 走ります。はい、ちょっと待って、850、僕は知ってるんですよ。電気自動車がだいたい1回の充電で 250km なんで、ということはですよ、皆さん、水素自動車がとんでもないということはよくわかると思います。びっくりした。走行中は二酸化炭素を排出せず水のみが発生します。燃料電池自動車が普及すると地球温暖化の防止につながると考えています。橋本さん、はい、やってきたこの場所は一体？ここはですね、商用水素ステーションというところです。はい、水素ステーションですか？はい、燃料電池自動車に水素を供給するところで、ガソリン車でいうところのガソリンスタンドに相当します。なるほど。福井市内のこちらの水素ステーション、
北陸3県では富山市に次いで2カ所目。県内では初めての商用水素ステーションとして今年4月にオープンしました。もう人生初です。給油ならぬ給水素でもガソリンの給油に似てますよね。そうですね。1台あたりおよそ3分で充填できます、うん、カップラーメン並みの短さ。現在全国には計画を含め商用水素ステーションが166カ所あります。また燃料電池自動車の普及台数はおよそ4300台です。脱炭素社会実現のため国は燃料電池自動車の普及を推進しており、2030年に水素ステーション1000カ所、2035年までに新車販売での電動車 100% の実現という目標を掲げています。いや本当にあの素晴らしい自動車、なんか未来みたいなものを教えていただきありがとうございました、はい。県としての今後の目標何かあれば教えてください。はい。普及のために県では燃料電池自動車購入に対する上限100万円の補助制度を新設しています。電気自動車に加え燃料電池自動車を県内に普及させることで二酸化炭素排出削減につなげたいと考えております。今後もこういう活動がどんどん広がっていくようにエコ結び隊長も応援しております。ありがとうございます。日本の温室効果ガス排出量の6割以上が衣食住や移動などみんなのライフスタイルに関係するものなんだ。つまりみんな一人一人の行動がゼロカーボン実現の鍵なんだ。高い断熱性と省エネ、省エネ性能を備えた設置の住まいを選ぶ。徒歩、自転車、公共交通機関での移動を心がける。地産地消を心がける。みんなができることはたくさんあるんだよ。エコチャレ福井ではゼロカーボンにつながる身近な取り組みを毎週水曜日のエコ結びで紹介していきます。さらに各キャンペーンがゼロカーボンアクションとコラボし季節ごとに開催。クールシェア福井2021、ウォームシェア福井2021ではコロナ禍でも安全に参加していただけるよう屋外施設や QR コードを導入。家電・住宅設備買い替えキャンペーンでは断熱サッシやエコキュートなどの住宅設備の買い替えも対象に追加します。エコチャレでは通年や季節ごとに設定されるテーマのエコチャレを実践し、その様子を投稿するとホームページ内でどのくらい CO2 の排出量を削減できたか見ることができるようになりました。詳しい投稿方法、内容はホームページをご覧ください。毎週水曜日に家庭でできる省エネ行動を紹介するエコ結びを放送。そしてエコチャレ福井 YouTube チャンネルでも視聴することができます。一人一人が行動を変えることで暮らしが変わり、地球の未来が変わります。未来のためにエコチャレンジ。それではいきますよ。せーの、エコ結び。